日本の音楽シーンを席巻中のナンバーアンダーライン愛。今回は、Spotify ジャパンチャート三3位に輝いた話題の新曲、INZM の魅力を徹底解剖。再生回数27万回超えてる。日本の音楽シーンにおいて、最近目覚ましい成功を収めているアーティストといえば、ナンバーアンダーライン愛を上げることができます。特に彼らの新曲、INZM は、 ジャパンのチャートで第3位にランクインし、多くのリスナーの心を捉えています。この曲は神宮寺優太がプロデュースを手掛け、リリース直後から瞬く間に話題となりました。Spotify での再生回数は27万回を超え、まさに驚異的な人気を誇っています。この成功は偶然の産物ではなく、ナンバーアンダーライン愛が培ってきた音楽的な努力と、リスナーとの深いつながりの結果です。 INZM が注目される理由の一つには、そのユニークなサウンドとメッセージ性が挙げられます。この曲は、現代社会における人々の不安や葛藤を巧みに表現しており、リスナーに深い共感を呼び起こします。また、神宮寺雄太のプロデュースにより、曲全体が一層洗練され、エネルギッシュな雰囲気を醸し出しています。リリース直後から、多くのファンが INZM に夢中になり、 一度いいいいいたら抜け出せないという声が相次いでいますさらに、ナンバーアンダーライン愛の他の楽曲も Spotify のチャートで検討しており、ボムが26位、GOAT が25位にランクインしています。これらの曲もまた、それぞれ独自の魅力を持っており、アルバム全体が多様な音楽スタイルを提供しています。これにより、幅広いリスナー層にアピールできる点が、ナンバーアンダーライン愛の強みとなっています。 特に、Spotify のプレイリスト、This is n o ア Underline I において、ファンからの支持を集め続けており、彼らの音楽がどれほど深くリスナーの心に浸透しているかが伺えます。最近の音楽業界では、デジタルプラットフォームがアーティストの成功において重要な役割を果たしており、n o バ Underline I もその恩恵を大いに受けています。Spotify は世界最大のオーディオストリーミングサービスとして、 アーティストの楽曲をグローバルなオーディエンスに届ける手段として不可欠な存在です。ナンバーアンダーラインアイは、このプラットフォームを巧みに活用し、国内外のファン層を拡大してきました。音楽だけでなく、ポッドキャストや音声メッセージなど、さまざまなコンテンツを提供することで、リスナーとのエンゲージメントを強化し続けています。また、ナンバーアンダーラインアイの音楽に対するファンの熱狂的な支持は、 単に楽曲の質だけではなく、その背後にあるストーリーやメッセージがリスナーの心に深く響いているからに他なりません。現代の若者たちが抱える課題や、社会的なプレッシャーに対する彼らの姿勢は、多くのリスナーにとって共感を呼ぶ要素となっています。さらに、英語を交えた歌詞や音声メッセージは、海外のリスナーにもアピールする要因となり、ナンバーアンダーライン愛の音楽が国境を越えて広がっていることを示しています。 INZM のリリースに続いて、ナンバーアンダーライン愛はさらなる展開を見せることが予想されます。今後のツアーや新たなリリースに向けて、ファンの期待はますます高まっていることでしょう。音楽業界において、彼らがどのような進化を遂げるのか、その未来が非常に楽しみです。日本の音楽シーンにおいて、これほどの成功を収めるアーティストが現れるのは稀です。特に、ナンバーアンダーライン愛のように、 デジタル時代において自らのブランドを築き上げ、リスナーとの深いつながりを形成しているアーティストは貴重な存在です。彼らの音楽は、単なるエンターテインメントにとどまらず、リスナーの心に深い影響を与え、時には人生の指針となることもあります。ナンバーアンダーライン愛の音楽を通じて、私たちは現代社会のさまざまな側面を再認識し、事故を見つめ直す機会を得ています。このように、 ナンバーアンダーライン愛の音楽は単なる一過性のヒットではなく、長期的にリスナーの心に残るものです。それは彼らの音楽が持つ普遍的なテーマと、そのテーマを巧みに表現する能力に起因しています。彼らの楽曲は、現代の社会的な問題や個人の内面の葛藤を描写し、リスナーに深い共感を与えます。また、彼らの音楽は常に進化し続けており、その変化を楽しむことができる点も、 多くのファンを引きつけてやまない理由の一つです。さらに、ナンバーアンダーライン愛はその音楽活動を通じて、ファンとのインタラクションを大切にしています。Spotify での音声メッセージやプレイリストの更新は、彼らがファンとのつながりをどれほど重視しているかを示す一例です。こうした活動は、リスナーに対して彼らの音楽だけでなく、その背後にある思いや情熱を直接伝える機会を提供しています。ファンは、 音楽だけでなく、アーティスト自身の人間性や価値観にも共感し、それがさらに彼らの音楽への愛着を深める結果となっています。また、ナンバーアンダーライン愛の音楽が持つもう一つの魅力は、そのグローバルな視野です。英語を使用した歌詞やメッセージは、海外のリスナーにも強くアピールし、国際的なファン層の拡大に貢献しています。これは、現代の音楽業界において、 アーティストが成功を収めるためには不可欠な要素となっています。デジタルプラットフォームを通じて、彼らの音楽は瞬く間に世界中に広まり、多くの人々に聴かれるようになりました。このように、ナンバー・アンダーライン・アイは日本国内だけでなく、世界中のリスナーに向けてその音楽を発信し続けています。INZM の成功は、ナンバー・アンダーライン・アイのキャリアにおける一つのマイルストーンであり、 彼らの音楽的な才能と努力の結晶です。しかし、彼らの旅はまだ始まったばかりであり、これからもさらなる挑戦と進化が期待されています。彼らの音楽がどのように進化し、次にどんな作品を生み出すのか、リスナーにとってその未来が非常に楽しみです。音楽を通じて、ナンバーアンダーライン愛は私たちに感動とインスピレーションを与え続け、 ここれれからも多くくくのの人々の心に響く作品を生み出ししてくれることでしょうナンバーアンダーラインアイのこれまでの成功を振り返ると、彼らが音楽業界で築いてきた道のりは決して平坦なものではありませんでした。彼らの音楽が多くのリスナーに支持されるようになるまでには、試行錯誤の連続があったに違いありません。しかし、その過程で彼らが見せた粘り強さと創造性こそが、今の彼らの輝かしい成功につながっています。 そして、彼らの楽曲にはその努力と情熱が詰まっており、それがリスナーの心に深く刻まれる要因となっています。音楽というのは常に進化を遂げるものであり、アーティストもそれに合わせて成長していく必要があります。ナンバー・アンダーライン愛もまた、その例に漏れず、時代の変化に対応しながら自らの音楽性を進化させてきました。彼らの初期の作品と現在の作品を比べると、 その違いは一目瞭然であり、彼らがどれほど音楽的に成熟してきたかがうかがえます。初期の楽曲は、エネルギッシュで情熱的な要素が強調されていましたが、最近の作品では、より洗練されたサウンドと深いメッセージ性が感じられます。この変化は、彼らが単に音楽を作るだけでなく、その背後にあるメッセージやテーマに対して真摯に向き合っていることを示しています。INZM は、の象徴的な例であり、 現代社会ににおける個人の葛藤や不安をテーマにしていますこの曲は、多くのリスナーにとって共感できる内容であり、だからこそ広く支持されているのです。特に若者たちにとって、この曲が彼らの感じている社会的なプレッシャーや未来への不安に対する一種のカタルシスを提供していることは間違いありません。ナンバーアンダーライン愛の音楽がここまで深くリスナーの心に響くのは、 彼らが単にエンターテインメントとしての音楽を提供するだけでなく、リスナーに対して心の支えとなるようなメッセージを届けているからです。さらに、彼らの音楽活動において特筆すべきは、リスナーとの対話を大切にしている点です。Spotify での音声メッセージや SNS を通じたファンとの交流は、彼らが常にリスナーの声に耳を傾け、そのフィードバックを受け入れている証拠です。このような双方向のコミュニケーションは、 ファンとの絆を深めるだけでなく、彼らの音楽がよりリスナーに寄り添ったものになるための重要な要素です。ファンは、彼らの音楽に触れることで、単に聴くだけでなく、その背後にあるストーリーやアーティスト自身の思いを感じ取ることができます。このようなアプローチが、彼らの音楽をより特別なものにしているのです。また、ナンバーアンダーライン愛が持つもう一つの強みは、ジャンルにとらわれない多様な音楽性です。 彼らのアルバムには、ロックやポップ、エレクトロニカなど、様々な音楽ジャンルが融合されており、その結果、聴き手に新鮮で魅力的な体験を提供しています。これにより、彼らの音楽は幅広いリスナー層にアピールでき、また、それぞれの曲が独自のスタイルと魅力を持っているため、リスナーは飽きることなく楽しむことができます。このような多様性こそが、彼らが長く愛され続ける理由の一つです。 しかし、彼らの成功の裏には、常に新しい挑戦が待ち受けています。音楽業界は急速に変化しており、アーティストはその波に乗り続けなければなりません。ナンバーアンダーラインアイもまた、その変化に対応するために常に新しいアイデアや手法を模索しています。彼らのこれからの挑戦がどのような形で実を結ぶのか、それはまだ誰にもわかりませんが、一つ確かなことは、 彼らがこれまでと同じように情熱と創造性を持って前進し続けるだろうということです。将来、ナンバーアンダーライン愛がどのような音楽を作り出すのか、その進化を見守ることは非常に楽しみです。彼らの音楽は、これからも多くの人々に感動を与え、インスピレーションを提供し続けることでしょう。そして、その過程で彼らは新しいファンを獲得し、さらに大きな成功を収めることでしょう。 ナンバーアンダーライン愛の音楽がもたらす未来は明るく、彼らの旅はまだ終わりを迎えていません。今後も彼らが作り出す音楽が、私たちに新しい発見と感動をもたらすことを期待しています。